放射性物質を含んだ指定廃棄物の処分場候補地として国から指名されている千葉市が処分場の受け入れを拒否する考えを改めて示しました。環境省は千葉県の指定廃棄物の処分場候補地に東京電力の千葉火力発電所を挙げています。当初の国の案とまあ何が変わらない内容かというふうに思っております。私どもとしては受け入れることはできないというふうに考えております。 千葉市の熊谷市長は国に再考を求めたが説明が不十分で安全性の懸念も払拭されていないなどとして処分場の受け入れを拒否するとともに廃棄物を1か所に集めずに各自治体で分散して保管するのが望ましいとの考えを示しました環境省は栃木、宮城、千葉など6つの県で処分場を作る方針ですが福島を除く5つの県で協議が難航しています